グレゴリー・マークラ・ロッカはアメリカ合衆国ニューヨーク州出身の元プロ野球選手。シーズン28支球は日本プロ野球記録。マサチューセッツ大学を経て1994年の MLB ドラフト10順目でサンディエゴ・パドレスに指名され契約。2000年9月7日にメジャーデビュー。シーズン終了までに13試合に出場し6アンダを記録した。 2001年にクリーブランド・インディアンスに移籍し、2002年にメジャー最小格。2004年、広島東洋カープに入団。なお、ラ・ロッカはエリック・シュールストロームが中米スカウトとして初めて担当した選手だった。内野ならどこでも守れる中距離ヒッターという触れ込みで、推定年俸2700万円と格安だったため開幕前はあまり注目されていなかった。 しかしシーズンが始まると、島厚信と共に高打率を維持し、前半戦だけで26本塁打を打った。前半は3番、2塁だったが、7月から4番、1塁に定着。後半もペースを落とさず、打率3割40本塁打100打点の大台に到達し、打撃3部門すべてでリーグ5位に入った。打率、328はチームメイトの島に次いで、 リーグ2位、最高出塁率のタイトルを獲得。変化球も苦にしないバッティングで66三振と、三振はかなり少なく、チームトップの11盗塁を記録した。2005年は、序盤から4番に座り、高打率を維持していたが、守備時に打球を手に当てて、指を骨折するなど度重なる故障に泣き、結果的には打率、303、18本塁打。 56打点で80試合の出場にとどまった。11月18日にトム・デイビー、ケニー・レイボーンと共に戦力外通告を受け、東京ヤクルトスワローズに移籍した。2006年、ヤクルトでは同僚のアレックス・ラミレス、アダム・リグスらと強力な中軸を形成。外国人野手3人組にはファン公募で F ・ブラザーズというニックネームが付けられた。 5月9日の対西ブライオンズ戦では3打席連続本塁打、翌日の5月10日には1イニングに本塁打を記録した。聖波交流戦では343の好成績を残したが8月に左膝負傷、手術で戦線離脱した。シーズン中に復帰できなければ来季の契約をしないことを通告されたがシーズン末期に復帰した。 この年は103試合出場、打率、285、18本類だと、それなりの成績を収め、ファンを安堵させた。翌年の処遇は、しばらく不透明だったが、12月1日に自由、契約選手として公示され、退団。信頼できる、中距離バッターを求めていたオリックス・バファローズへの入団が決定した。2007年、オリックスでは、 故障がちなことと打撃に専念させたい、現場の意向から、二類よりも負担が少ない三類種で起用され、打順は主に3番を任された。序盤好調で5月終了時点で3割17、本類打を打ち、大きな故障もなく3年ぶりに規定打席に到達した。28死球を記録し、1シーズン最多死球の日本記録を55年ぶりに更新したことが話題になった。 4月5日、対ロッテ戦で本塁打を放ち、全球団から本塁打を達成。8月24日の対楽天17回戦で延長10回裏に渡辺久志から人生初となるサヨナラ弾をレフトスタンドへ放った。2008年は開幕戦こそチーム初打点となる先制タイムリー二塁打や決勝技比を枠井秀明から放ったものの、 春先から極度の打撃不振に苦しむ。やがて右肘痛を訴え、5月5日に出場選手登録を抹消。その後、球団はラロッカが右肘一足腹人体の再建手術を5月28日に行ったことを発表した。これにより、残りのシーズンを棒に振ったため、球団は契約解除も検討しつつ、大幅減俸での残留もあり得るとしていた。2009年、 ラロッカ側が大幅減放の条件をのみ、1月28日に契約に合意。楽天からホセ・フェルナンデスの加入を受け、チームの構想は二塁手だったが、開幕後は主に三塁手で出場。本拠地開幕戦である4月10日の対ロッテ戦では、清水直行、松本美幸代、川崎祐介から自身3年ぶりに3打席連続本塁打を記録した。 故障で離脱したアレックス・カブレラとタフィローズ、不調のフェルナンデスの穴を埋め、一時は4番も任され、チーム最多の12本塁打を放つなど活躍を見せていた。だが、7月28日の対ソフトバンク戦で、プロ野球史上13人目となる100個目の死球を、森福雅彦から受けて、右手を骨折し、残りシーズンを棒に振った。骨折でチームを離れたこともあり、 翌年の挙手は微妙だったが推定年俸2700万円と格安なことからチームに残すことに支障はないと判断され残留となった。2010年は主に5番サードまたは指名打者として出場し3月22日の楽天戦では長い例から逆転に乱本類打を放つ活躍を見せたが4月10日の楽天戦で支給を 受け右手小指を骨折する。しかし、登録抹消することなく小指幹部を金属プレートで、覆い、打撃用手袋の上から、衝撃吸収パッドをつけることで、強行出場し、骨折していながら、本塁打を4本放ち、4月18日のロッテ戦では、渡辺俊介から、決勝本塁打を放っている。だが、アーロム・バルディリスが対頭し始めると、交流戦では、 セリーグ球場では、代打の出場が主となり、5月25日に、背筋痛で、登録抹消される。その後、バルディリスが三塁主として定着したこともあり、昇格することなくそのまま二軍で、シーズン終了を迎え、ついに構想外となりそのまま現役を引退した。2011年7月、オリックスの中米スカウトに就任。 左方向への打球が多い中長距離打者である。オリックス在籍時はタフィローズやアレックス・カブレラとビッグボーイズ打線を形成していた。オリックスでの打撃校長の理由を記者に質問された際にはタフィが後ろで打ってくれるから自分は思い切りバットが触れるんだと語っており、ローズに対して全幅の信頼を寄せていることが伺える。満塁の場面に強く、 広島時代の2004年は通算3本塁打打率5割を超え2005年8月10日の対ヤクルト戦でも前田智則と共に試合に満塁本塁打を放った守備では主に2塁3塁で起用され1塁の守備もこなせるユーティリティープレイヤーである守備範囲は広い方ではなくまた人工芝球場では補給ミスによる失策が やや多かったが、基本的には堅実であり、ジャンピングスローやダイビングキャッチなどでたびたびファムを沸かせた。総力も初の春季キャンプで測った時もタイムはチームでも早かった方で、決して鈍足ではなかった。オリックス時代は守備位置が隣である遊撃手の大引き刑事を可愛がっており、大引けも嘆きも打撃の死としてラロッカを仕立っていた。大引きが攻守を見せた時には、 お互いが仲良く決めのポーズを出す姿がしばしば見られた。大引き自身も仲の良い外国人選手としてラロッカの名を挙げている。怪我がちな体質であり、死球や守備での負傷による戦線離脱が多かった。日本ではシーズン通しての出場が在籍7年間でわずかにシーズンに止まった。 支給の多い選手として知られており、2007年に受けた28支給は1シーズン最多支給の日本記録である。広島時代の2004年とヤクルト時代の2006年にも年間20支給以上を記録しており、2010年までの7シーズンで3度のリーグ最多支給歴代13位にあたる通算109個の支給を受けている。 この間の1飛支球あたりの打席数は約21.8で歴代最多飛支球の記録を持つ清原和弘の48.0打席で1飛支球の2倍以上のペースで支球を受けている。常にボールに向かって打ちに行く打撃スタイルであるため内角の厳しいボールが来ても避けないことが多くそれが支球を誘発している原因と考えられる。オリックス遺跡時に 清原について記者から質問されたことがあったが、その際、彼と支給の数で勝負しようかと語っている。2007年は前半戦だけで20個の支給を受けた。オールスターゲーム前に、さすがにオールスターでは支給はないだろうね、とコメントしたが、第一戦の第一打席で上原浩治から支給を受けた。すっぽ抜けのカーブでダメージも少なかったためか、両手を広げて、 健在をアピールし、ファンの笑いを誘った。9月17日の対千葉ロッテマリーンズ戦で、清水直行からシーズン25個目の支給を受け、岩本義行の持つ日本記録を更新した瞬間は、観客に向かって手を振り、マウンド上の清水にも一礼した。オリックス球団営業部では、痛い異業を叩たいたて、支給新記録グッズの開運袋、当てた6価を発売した。 同年の年俸交渉では前例のない支給数でのインセンティブを希望していることが判明。年俸のアップ幅の中には支給による怪我の治療費まで盛り込まれた。オフにはアメリカの自宅近くの日本語教室で日本語を学ぶなどファンとの交流を非常に大切にしている選手で今でも広島のファンの人気は高い。焼肉好きで有名。特に牛角がお気に入りで、 遠征先にある牛角には必ずと言っていいほど通っていたという。広島時代には遠征で栗原健太の実家の焼肉屋で山形牛を食べてうまい。と絶賛した。練習中に焼肉について語るほどの焼肉好きとなっていた。2007年9月28日、オリックス球団を通じて日本2分積水。 水頭症研究振興財団に100万円を寄付すると発表した。ラロッカ夫人が障害者教育を専攻しており、夫人の影響を受けて日本のために恩返しがしたいと寄付を申し出た経緯をラロッカ自身が明らかにした。2008年の春季キャンプでテリー・コリンズ監督と練習方法をめぐって激しく口論した。ただ意見をぶつけ合うのはアメリカ人なら、 当然で、これが監督であっても同じで、双方ともシリアスな問題でなく、しこりはないと語っている。オリックス時代、本拠地である、京セラドーム大阪、スカイマークスタジアムへは、電車で通っていたようで、両球場の最寄り駅やその周辺で、ファンにサインをする姿がたびたび見られた。広島、東京ヤクルト、オリックスと所属した、球団すべての応援歌が、 後年複数の選手に流用されている、もしくはかつて所属していた選手の応援歌の流用である。オリックス時代の応援歌は、ガガガ SP のコザック前田が手掛けたものである。ありがとうございます。